界100億人の数少ないガラファンの皆さん、おはようございます。世界5億人のファンがいたらいいな、西井です。おはようございます。10月9日の朝です。朝です。はい、まあ、今日はね、編集がね、結構あるんでね、うん、いやもうめちゃくちゃ面白いと思うので、うん、放送できる予定なので、楽しみにしてください、こっち頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう、うん、西村さんが来てから結構ね、全体的な視聴回数も、チャンネル登録数も結構伸びたなっていう、そうなんだね、感じがありますよね。うん、うん、まあ、たまたまなんだろうけどね、今日も朝さっきさ、これら見ててね、2000回超えてるようなさとかもちょこちょこあったりもしてさ、うん、何かが起きてるっていう状態で、何かが起きてますね何かが起きてる、うんうん、こんな面白いチャンネルをね、世間の人に知らせられないっていうのはね、うん、もう社会役でしかないのでそこまで言う、はい、ああじゃあもうちょっと安倍さんっていうのは頑張ってもらわないといけないこのね、チャンネルをもっとね、どんどん発信していかないといけないっていう、そうね、こんな面白いチャンネルを知らせてあげられないっていう、世の中でして申し訳ないですからね、うん、ちょっともったいないね、はい、もったいない、うん、頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、じゃあ行ってきます。行きます。ワクワクするぞ。はい、どうも、はい、どうも、今日の結果発表です。はい、結果発表でございます。今日は結果言うとまずマイナス5万1000円でした。ほうほうほう、いや大丈夫ですか。もうさ貸したいよそろそろ。いやいやいやね、今日爆発する予定だったんですけどね。そうなんだけどね、まあ、パチンコだけは予定通りにいかないですね。まあそうだね、うん、まあ、期待値が収束するのを待つしかないみたいなところ。そうっすね、うん、そうだよね。僕一人で言えば1000以上もありましたからね。ねえ、本当だよね、うん、最終 データだって1300いくつ、50とか60とかいきましたからね、うん、バグってのかな天才僕ちょっとおかしい、当たんないんですけど天才っていうね、思うから思いましたけどね。ねえ、いやいやいや、俺も真横で言ってたんだけどね、いつ当たんだろうな、ね、ね、うん、そんなあったよ、うん、人間っていうのはわがままな生き物で、オクトエイトで、うん、小当たりラッシュ中にハマったら、うん、よっしゃって言うし、うん、通常時に僕、まあ、小当たりラッシュ 6.8 倍ハマったんですけど、最高もうすげえ370まで、うん、すげえ、うん、通常時にハマると切れるっていうのがね通常時何倍もいくとね、切れるっていう、人間っていうのはわがままですわ、本当にわがままだね、感情の生き物だしね、しょうがないわな、しょうがないです、これは本当に。まあでも今日のマイナスはかなりポジティブに僕は捉えてます。うん、うん、まあ、あ、今の報告になりますけど、まず、仙台を僕たちが11日に立つことを決めましたね。うん、うん、ですね、明後日、うん、立ちます。うん、はい、なので、まあ、今までちょたまであったんですけど、ちょたまも当然もう全部使い切ったので、うんうん、はい、もう気持ちよくこれでいけます。そうね、はい、で福島は 3.57 円交換以下が、うん、まあ、主流なんでね、はい、うん、まあ、やっぱり宮城ね、全体的なお店、まあ、僕30店舗ぐらい回りましたけど、うん、やっぱり 3.84 円がほぼなんで、うん、まあ、交換率が何高いってことは、うん、それだけ回らない調整してるお店がやっぱり多いです、うんうん、実際見た感じ、はい、だからもうね、気持ちよく行けるんで、福島に。うん、そうだね、うん、そっちで稼働できるってことで、まあ、今日のハマりは良かったと思います。うん、うん、ポジティブだね、はい、うん、で僕の代は結構、まあまあな、まあまあ、福島全体で言ったら調整良くないですけど、今日は 25.5 ぐらいの代を、ね、打ってたので。そうだもんね、打ってたもんね、人事は尽くせてるんでね。うん、大丈夫です、2人なら大丈夫かな大丈夫です。あ、俺もそれを信じてもう打ち続けるしかないからさ、うん、そう、なんとなく釘を分かってきたなレベルだからさ、うん、ね、もう、まあ、頼るしかないっていうか、もう信じるしかないっていうところだから大丈夫です。あ、でも一個だけ分かってるのあるよ、はい、なんですか、うん、ね、なんかなぜかね、ラッシュ中にね、うん、僕はみんなラオウとかケンシロウ選ぶと思うんですけど、
バットとリングじゃないんですね、僕ね。はい、僕つまんなすぎて、それにしようとしたら変えようとするんですけど、ちょっと変えさせないんですよね。そうそうそう、俺もこれでバカにさせんなみたいなことやってるんですけど、今日もそれで1回しか買ってなかったんで、まあ絶対に皆さん、バットは選ばない方がいいですよっていう。いやいやいや、それ完全ならオカルトなんで、あんまり僕のチャンネルでそういう適当なこと言わないでほしいんですけど。ああ、すいません。そうっすね。そうっすね。オカルトですからね。いやいや、それは皆さん自分が好きなの選んでいただければいいので、別に。それでめっちゃしないのが別に関係ないので、やめてください、こういうの。個人の感想です。個人の感想です。まだ素人なんで、僕。まあそれでね、今日早めにまあもう持ち物もなくなったしっていうことでね、美味しい肉を食べにね、行けたんで。独眼竜さん。何ですか、もう一回言ってください。独眼竜。あ、牛か。そう、独眼竜じゃない。そのまんまですよ、独眼竜。そのまんまだったね、そうですね。独眼竜。はい。だから仙台、伊達政宗のね、故郷なのでね、美味しかった。よかったね、ホルモン美味しかったね。いや、めっちゃ美味しかった、ほんと。ね、その動画も、これから流すんですか、この前ですか、この後かな、この後に一応エコがあるので、まあ、見たい方つけていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、もう明日稼働してるんですけど、明日のことなんですけど、明日は今僕たちちょっとまさ再プレイがもうできないっていう状態なので、はい、ちょっとまあ再プレイをそもそもできないお店に行きます。そっちの方が僕たち、今の僕たちにとってはベストなんで、その分回転数がいい可能性もあるなと。ただ出玉距離は OK、 ちょっとまあ再プレイできないけど、出玉距離は OK という、僕たちの、まあ、利点を最大限に生かした、立ち回りをしていきたいなと、いうふうに考えてます。明日こそは、明日こそも、じゃあもう仙台プラスで終わりましょう。プラスで終わろう。プラスでしょう、本当に。二人ならできるでしょう。いくらプラスだったらプラスで終えられるんだ。ここいくらだったんだっけ？初日7万3000でしょ？よく覚えてますね。で次の日がプラス3万いいかじゃん。6000とか。でその次の日が負けが4万。すごいよく覚えてますね。いくら？細かく覚えてないな。4で今日が5万でしょ、約5、5、8、マイナス15万円ぐらいプラス4万円ぐらいだから、まあ10万ぐらいか、マイナスに乗っていけばいいんですね。じゃあまあ余裕ですね。余裕か、余裕です。余裕か、よし、はい、頑張ろう。頑張りましょう。あと何かあります？あとはそうですね、今日の目標で綾さん言ってたのは、はい、あれですね、編集…あ、言ってねえわ。言いやすいですね。くそ、一週間つけよう、ちゃんと。失礼しました。なんでもないです。はい、忘れてください。ということで、はい、じゃあ終わりましょう。終わりましょう。バイバイ。はい、仙台来て全然ちょっと仙台っぽいことしなかったんですけど、もう明後日には出るんでね。あ、出ます。はい、後ろ、独眼竜これね。独眼竜誰か知ってますか？知らない。嘘。え、あ、独眼竜。うん、あ、あ、武将。はい、あ、失礼して、失礼して。あ、よかったよかった。失礼して、失礼して。誰ですか？伊達政宗。あ、よかった。さすがに知ってた。はい、刑事では一番弱い位置らしいんですけど、昔はね。あ、そうなんだ。最近結構強いですけどね。あ、そう、全然わかんねえ。行きましょう。うん、行こう。食レポをお願いします。食レポ。はい、呼んだね。もまあ、独眼竜に来てます。はい、ということでね、今日は独眼竜に来てます。はい、独眼竜ね。うん、独眼竜といえば皆さんわかりますか？伊達政宗ですよ、有名な。で、そんな名を冠している、はい、今焼き肉屋さんに来てますね。来てますね。うん、だから看板にね、ホルモンって書いてあるんだよね。うん、ホルモンは多分ね、すごい肉が、そう、肉がね、すごいんだけど、これホルモンは多分有名なんだろうね。さっきなんか説明してもらったけど全然覚えてない。そう、俺も覚えてない。ギアラ、なんちゃら島町、これが分かんない。ああ、すごいですよ。って言ってましたね。で、これホルモン、ホルモンで、これ丸町。これも、これ分かんないけど、ホルモン。ほぼ、もう半分以上ホルモンだね。なんか、ここら辺なんか、
アメリカ産だってのは覚えてますけどね。あいつは US カルビ、US ハラミ、はい、じゃあね。で、あの仙台のものはあるんですかって聞いてみたんです、はい、そうですね、うん、あの、まあ、あるかなと思ったんだけど、まあ、なかったです、うん、なかったけど、まあ、きっとね、美味しいと思うんですよね、そうですね、うん、まあ、何枚か食いましたけど、美味しかったですよね、はい、ここがね、独眼でいてお店なんでね、うん、特徴としては店員さんがみんな眼帯つけてますね見てないけどな、いなかったけどなあ、それ違いましたね、うん、可愛らしいね、女性の店員さんぐらいしか見てないですから、ね、あ、そうですか、そんなもんですね、食べてみてください、ちょっと、まあ、お肉ね、はい、何がいいかね、なんか美味しそうだと思うの、じゃあ、焼けてるやつを食うことになるんだけどさ、うん、まさかの、US カルビ、ああ、US カルビ、美味しそう、うん、まさかのね、いいですね、これちょっと、はい、これいただきますね、はい、火が、はい、そう、はいはい、ナイスナイスナイス、何言ってる、え、何言ってる、何これ、巻いてって、あ、巻いてと早く食えよって食う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 、カルビいただきます、はいはいはい、US カルビ、柔らかい、あのね、なんか例えみたいな、ないんですか、え、しこまろさんみたいな例えはないんですか味の宝石箱ね、普通ノーマルって言ったらねノーマルパッと面白いからね、タラコちゃんもやってみるみたいね、僕もタラコはもうね、歴が長いから、そりゃそうですよ、レベルが違いますよ、うん、そう、それなりのね、多分ものがあると思うんですよね、そうです、それはそうですよね、これやっぱり欲しいんじゃないですか、うん、シロコロホルモン、それまで焼けてないんじゃないかな、それ焼けてない、それ焼けてない、これまだ全然生、これはいける、これいけるよ、これいける、これいけるけど何かわかんない、これ何だ、これ何だ、あー、何だ、これは、まあ肉ですね、あのちょっとホルモンっぽいね、それちょっともうちょっと焼いた方がいいと思う、焼いた方がいいと思う、こんな感じでしたからね、多分焼いてあると思いますけどね、そうだね、うん、そう、わさびがついてる、これ何ですか、上花かなんか、うん、上花、こっちちょっとちょっとそっちじゃん、上のやつ、今の有名ですね、はい、いただきますね、はい、バウンドさせて、バウンドね、バウンドさせて、バウンドさせて、させて、バウンドして、はい。うまい。うまい。うまい。肉の宝石箱や。同じや。全然変わらんやん。宝石箱言えばいいと思ってるから。俺もだけど。いいよ。最高の店です。最高の店です。仙台に来たら絶対来た方がいいですけど。ですね、はい、必ずあの眼帯つけてくれば生ビールって無料になるんで、いや勝手に、あ、違う、あ、違う、決めんの違うかちなみにここの生ビールはあのモルスでした、ね、一番いいですね、一番ね、一番いいですね、良かったです、じゃあまた、じゃあまたエルドラ